めまして。こんばんは。ハリモグさん、クマたい焼きり、たい焼きかな、これ加えてるの、なんだろう。たい焼きクマさん、ありがとうございます。ついとくさん、昨日行けなかったロキシー、会社はすぐそばなのに仕事から抜けられなかった。あ、そうなんですね。お仕事お疲れ様でした。今日はゴールデンウィーク最終日ですが、皆さん10連休の方もいたのかな。ゆっくりできましたか。うん、ビーダマシーさん、2日のライブは現地で見てたよ。ワンちゃんのことあんまり知らんかったから、ここで見ようと思った。おお、来てくれたんですね、ありがとうございます。翔さん、ひるいちゃんって誰に似てるって言われます？誰に似てるかな、芸能人だと。あ、似てるって自分では分かんないんですけど、中条あやみさんに似てるって言われます。似てんのかな。ゆきさん、昨日お疲れ様、最初で見れた、ありがとうございます、来てくれて嬉しかったです。ハリモグさん、10日はなんとか休み取れたので、あ、嬉しい、ありがとうございます。太郎さん、大阪で久しぶりにヒラリー見れて、なんか泣きそうになったわ。本当ですか、ありがとうございます。ビーダムシーさん、ルナをビーズガールズから知ってて、やめてからワンチャンスってグループになったのは知ってたから。あ、そうなんですね、ありがとうございます。スケさん、ワンチャンスのおかげで東京、大阪、静岡と楽しいゴールデンウィークでした、ありがとうございます。全部来てくれたんですか、ありがとうございます。あやかちゃん、ひらりちゃんの新衣装と髪型可愛かった。そうですね、5月からは、私たち新衣装になりました。 Twitter とかインスタとか見てくれたら分かると思いますが、新衣装になって、はい、いかがですか。ハリモグさん、ひらりちゃん、佐々木のぞみさん、新川優さんに似てると以前から思ってました。つまり美人なんですよ、ありがとうございます。佐々木のぞみさんも新川優さんも大好きなんですけど。大好きです。うん、たけたけさん、ぐちひーちゃん完了、ありがとうございます。ひょうさん、明日から仕事だるいですね。ね、明日からお仕事、学校頑張りましょう。しおねこさん、動画ってなんかあるんでしたっけ。10日はですね、10日は私、西田ひらりが、川崎市の一日警察署長をやらせていただきます。はい、ひらりさん、新衣装はベルトがでかいん、それともひらりが小さいん。ベルト確かに大きいかもしれないけど、でも衣装も結構いろいろ直してもらったりしてて、そう、作ってもらいました。
ケイさん、あの衣装、黒のチェックの左右の大きさが違ったり、幅の広いベルト、すごいかっこいい。おー、よかった。しもちんさん、誰かが西田ひらりのウィキページ作ってくれたよ。本人見て合ってるのかなって。私もなんか見た気がしますね。なんか誰かが作ってくれたのか。あずけーささん、たい焼きくまさん、ありがとうございます。ありがとう。しょうさん、福井来て。福井行きたいね。私行ったことないです。はやかちゃん、新衣装、ひらりちゃんのウエストの細さが私ね、ウエストだけは細いんですよ。なんて言うんだろう、イカ水なのかな。ウエストは細いけどね、お腹は出てるんですよ。シャージャーさん、指先なんかした。指先ね、これね、さっき家のなんて言うのかな、なんだろう、引き出し、引き出しをこう開けた瞬間になんか挟んで痛ーって思ったら、もう血だらけでした、手が。びっくりしちゃったよ。ハイムグさん、ベルト大きいわ。せっかくだったら仮面ライダーの変身ベルト並み。仮面ライダー、うん、たくさん、あのベルト確かにすごい幅広やった。まりまりまりこさん、ごちゃひらり完了、ありがとうございます。みじんごさん、衣装もいいけど髪の編み込みが細かくて凝ってる。そうですね、結構メンバー全員髪型にもこだわってて奇抜な感じ、ちょっとね、いい感じだったんではないでしょうか。みなみさん、はじめまして、ありがとうございます。はじめましての方、今日いっぱいいる、ありがとうございます。まりこさん、私今日から大学だったんよ、なので9連休だったの。9連休いいですね。今日から大学なんですね、月曜だからか。月屋さん、今日の唇はお姉さんの買ってくれたグロスですか、いい色。そうそうなんですよ、さっきねインスタにも載せたんですけど、このディオールのやつずっと欲しくて、こちらあとディオールアディクトリップマキシマイザー007番、かわいいです。しまちんさん、なっちに久しぶりに会ってどうだった、なっちのライブ中の様子見てたのは知ってるけど。そう、ななさんに久しぶりに、ね、大阪で会えて全く変わっていませんでした。そう、楽屋でも会ったりご飯食べたりしました。変わってないです。しゃべさん、新書のひらりめっちゃおしゃれで大人ひらり、大人、ありがとうございます、嬉しい、好評だ。うん、しまちんさん、誰も100個、ありがとうございます。ピーダマシーさん、ワンチャンスのライブまた見に行きたい、関東はなかなか行けんけどありがとう、ぜひぜひ。ひごにこさん、ビッキーすごいね、一日警察署長についてもすでに乗ってるって。おー、ありがたいですね。ハルモグさん、かわいい、ありがとうございます。
やかちゃん今回の衣装はもうザ・ダンサーって感じでかっこいい、どの衣装も好きだけどってね。確かに今までのよりちょっとダンサーっぽいかもね、カラフルだし。カズピーチさん、昨日静岡でライブ見たよ、小柄なのにあの歌はすごいね、ありがとうございます。そう、昨日は静岡でライブさせていただきました。ワンチャンスになってからは初静岡、地元ということでとっても嬉しかったです。ありがとうございます。またね、静岡行けるように頑張ります。皆さんゴールデンウィークは何をしましたか？有森さん、沼津のイベント以来かなって。そうですね、そうです。毎週静岡には仕事で行ってるんですけど、そう、ライブで10人で行けるってなるとね、やっぱり嬉しいです。マチーさん、ジェム時代と歌い方変えた、すごくレベル上がってるから嬉しい。確かに歌い方を変えました。うん、やっぱなんだろう、その曲に合った声質とかもあるし変えました。さん、静岡やし、メンバーにドヤ顔した。ドヤ顔ドヤ顔はしてないです。まさみさん、昨日無茶なことをした疲れが未だ残ってます。無茶なことをしちゃったんですか？ニコニコさん、つみちゃんがひらりちゃんの新衣装のブランド特定していて、女オタすごいなと思った。そうだね、衣装はね、上がねワンスポさんだったかな、ハワイですよね。うん、彩香ちゃんお仕事あった日もあったけど、休みの方が多かったからゴロゴロしてた。明日から仕事だって。へえ、大変だね皆さん。私も明日から学校。ペさん、てか最近のひらりメイク変わった、すごい大人。お、大人、本当ですか、嬉しい。変わったかな、でも日によってアイシャドウとかリップとかを変えたりしてます、気分によって。マリコさん、ゴールデンウィークはサークルの友達とカラオケに行ったり、おじいちゃんおばあちゃんに会いに行った。うわー、いいですね、満喫してますね。ハリモグさん、バイク乗って山梨、長野、岐阜の山の中に行ってきました。いろんな風景や動物にも会いました。すごい、バイクで、すごい。しゃべさん、また10人のライブ見に行きたいし、去り際に先打ちって叫ぶね。叫んでください。ハマさん、こんばんは、初見です。初見さん、ありがとうございます。ワンチャンスの西田ひらりです。ハリモグさん、いいね、ありがとうございます。しばちえさん、他のメンバーに差し入れしてたね。そうそうそう、昨日はお母さんとお父さん来てたのでライブ、その時に私の地元の美味しいゼリーを差し入れしました。ナイスプールさん、昨日お疲れ様です。ワンチャンスの物販したお姉さん美人ですね。物販してた方はマネージャーさんです。
マネージャーさんですよ。シャンシャンさん、三日静岡行ったけど爽やか食べられなかったって。そう、昨日もさテレビでやってて、御殿場店がね8時間半待ちって書いてあった。8時間半ってどういうこと？すごいよね、大人気なんだなって思って。やっぱりシャムネコさん、ゴールデンウィークは休みは半分だったけどライブ3枚でした。大阪と福岡にも遠征来たし、うん、いいねいいね。月末さん、初見ですって。絶対嘘でしょ。嘘だ。キムキムさん、たい焼きくまさん、ありがとうございます。まさみさん、小判ありがとうございます。あやかちゃん、ゼリーすごく美味しそうだった。うん、食べてみたい。そう、あのね、フルフールっていうお店なんですけど、生フルーツゼリーのお店で、うん、もうね人気で、結構昨日もなんか朝からねお母さんが並んでたみたいなんですけど、結構早めに売り切れてしまうので、買うときはぜひお早めに。そう、8時間ってやばいよね。ハマさん、50完了しました、ありがとうございます。爽やか大人気ですよね。行くとしたらお店に1回行って、なんか名前を書くのかな、名前を書くか、そのなんだろうな、予約表みたいなのを取って、どっかちょっとお買い物行ったりとか、それで時間を潰してから、まあ、ちょうどいいぐらいの時間でまたお店に戻ってくる方がいいかなって思います。はやかちゃん、え、今日私服かわいい、ひらいちゃんが持ってるお洋服全部かわいい、嬉しい。今日は見えるかな、じゃん、これはいただいたんですけど、ジョイリッチのね、くまちゃん、こんな感じ。しまちんさん、ワースターちゃんたちは焼津店で爽やか食べてたなって。そうね、あっちの方だとまだ空いてる方なのかな。きつまたさん、ゴールデンウィーク3日しかなかったから田植えしてた。うわー、3日間田植えですか、すごい素敵。田植え、私中学の時、ん、中学かな、小学校かな、小学校の時に体験しました、田植え。ハリモグさん、バラありがとうございます。しまちんさん、ひーちゃん、ゆきりんに間違えて曲名覚えてるから教えてあげて。ねえ、間違えてたね、ステイイングリッシュとか言って。面白い。うん、しまさん、くまちゃん、ありがとうございます、ありがとう。もう今日はね声カスカスなんですよ。あと10分くらいです。また次の配信は明後日かな、毎週水曜と日曜に20時から配信してるんですけど、今日は昨日配信できなかったので変更させてもらいました。次は明後日かな、明後日
本当うちの金沢が失礼しました。この場を借りてお詫び申し上げますって。中国の塩魚さん、ニーハオ。中国の方かな。ビー魂さん、おさが帰省するときに上村マフマフさんかなとカブランとライブ、うん、ライブしてくれたら行きたいなーって。うーん、大阪ね、また行きたいです。大阪たこ焼き食べましたよ、ちゃんと。あのステージ上で今日はたこ焼きを食べて帰りますって言ったんですけど、ちゃんと食べました。美味しかったです。すごいね、トロトロしてた。関谷さん、昨日は早く静岡に着いたから9時半ぐらいに爽やか並んで整理券12番でげんこつハンバーグ食べました。すごい、朝だったら意外といけるんですね。すごい。松本さん、御殿場店は整理券方式だね。開店の2時間前からみんな並んでますよ。そうなの。あずきやせさん、ハートありがとうございます。うん、アベノロックタウンどうやったって、楽しかった。そう、大阪を5人で出演したんですけども、楽しかったです。大阪、久しぶりの大阪。ハリモグさん、実は5月土日結構空いてる気がして、ワンチャンスイベントないかなと。そうね、5月はイベントはね、まだ決まってないです。中国の塩魚さん、日本の妹の声はこんなに綺麗ですか、ありがとう先生。先生とニーハオしか喋れないからどうしよう。プロさん、大阪の日はあのあとすぐ東京帰ったんって。あのあとはご飯を食べて帰りました。鈴木屋さん、暇だったので静岡朝日放送のビルも見てきました。おー、観光してますね。シマハさん、明日七猿の生誕祭行きますって。あー、名古屋ですよね、私も行きたい。ハリモグさん、ハートかわいい、ありがとうございます。チマチンさんもかわいい、ありがとうございます。おワイニーがあるで。方がわからないぞ。カズピーチさん、昨日の静岡ライブ、あの狭いステージで10人パフォーはすごいよねって。確かにちょっとね、ステージ狭かったけど、こう工夫してね、柱があったので、それを考慮しつつリハーサルとかもして考えてやりました。ちむちんさん、さっきちさみのインスタライブでちさみのカラオケ配信見てたよって。私も実はね、ちょっと見てました。ちょこっとだけ見れたの、見ました。ニコニコさん、そういや今日はもぐもぐアイテムないんだね。そう、今日はねないです。
ひーたましーさん、ひらりって呼んでいい？あかんって、何でも呼んでください。ひらりでもひーちゃんでもひらりんでも何でも。カズピーチさん、ひらりちゃんの実物が思いのほか小柄でビビった。そう、私本当にね、よく言われるんですよ、意外とちっちゃいねって。なんかね、大きく見えるらしいんですけど、まあ、嬉しいことなんですけど、実物見たらあれみたいな、あれちっちゃいねみたいな。よく言われますよ。はいさん、大阪でひらりちゃんが目の前におって、おー、青のサイリウム振りました、ありがとう。かいさん、大阪来てくれて嬉しい。もう27分、では今日のランキング10歳の方からお名前呼んでいきたいと思います。はい、13位コスモスカイさん、12位ニコニコさん、11位ゆうきさん、10位オレさん、9位あずきアイスさん、8位ケムケムさん、7位ハリモグさん、6位顔持ちの方。5位シマチンさん、4位カズピーチさん、3位オースティンさん、2位アイヤさん、1位シューマハさん、ありがとうございます。うん、次はあさって20時からの予定です。はいはい、スクショタイム、スクショタイム、ありがとうございました。ゴールデンウィーク今日は最終日ですか。はい、明日からね、明日からお仕事、学校頑張りましょう。うん、次の配信はあさって、あさっての20時から、水曜日20時からです。そして10日ですね、5月の10日金曜日、私が西田ひらりは川崎市の栽培警察署一日署長に就任いたしました。はい、ラスボナ川崎でセレモニーを行ったり、ちょっと歌を披露したり。そうあるので、ぜひ皆さん遊びに来てください、よろしくお願いします。あと詳しくはツイッター、インスタ、ワンチャンスのオフィシャルホームページをぜひチェックしてください、よろしくお願いします。私はゴールデンウィークの宿題を今からやります。まだ何もやってないんです、実は。だから今からやります。はい、では次はあさって20時から会いましょう。そして5月の10日一日警察署長でお会いしましょう。バイバーイ。527人の方見に来てくれてありがとうございました。バイバーイ。明日から頑張りましょう。